部門第2位、1090g、ソーラーシェアリング、上総鶴舞殿が当分です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。千葉県市原市から参りました高澤です。皆さんはソーラーシェアリングをご存知でしょうか。農地で、今まで通り農業ができて、そして、野菜も育つという、ちょっとびっくりするんですけれども、こういう形、パネルが 3.5 メートル上にあります。パネルの間隔は全体の3分の1、要するにパネル1に対して隙間が2あると、3.5 メートルでパネル1で隙間が2あると、何でも野菜を育つんですね。この仕組みを利用して、ソーラーシェアリングでさつまいもを作っています。畑の隣には竹林がありまして、竹林がありまして、春には竹の子がたくさん取れます。どうぞ皆さん、竹の子掘りにいらしてください。そして、竹の子は、掘っておくとすぐ大きくなってしまいます。1メートルになったタケノコからラーメンにのせるメンマを作っています。明日私は淡路島に行くんですが、明後日淡路島で全国、国産メンマ大会があります。林野庁の徳陽林さんの、職員も来ていただけるという。皆さん、ラーメンに乗っているメンマは今 90% 以上が中国産なんです。これを国産にしたいという思い。そしてこの、さつまいももですね、単にさつまいもだけじゃなくて加工して芋地にする、地域資源を活用しよう、これが私たちのモットーです。来年も頑張ります。ありがとうございました。少女畑部門優勝 2400g 宝塚すみれ発電殿加藤君です。おめでとうございます。おめでとうございます。おばさんどこですか。おばさん、おばさん、この度はありがとうございます。2400っていうのは実は我々にとってはそうびっくりする大きさではなくて、申し訳ないんですけど、多分うちが取るのが一番遅いんでしょうね。でこういう大きさになってしまったということで、で先ほど高田さんが、ご説明されたと思うんですけど、私の背景をちょっと見ていただいたら分かると思うんですが、これがソーラーシェアリング。私たちがやっているのは全国でも初のソーラーシェアリング市民農園ということで、ここで育て上げたさつまいもがこの大きさに育ちました。今年はね、銀座ミツバチさん、田中さんたちにも手伝っていただきながら芋掘りをさせていただいたんですけれども、宝塚市長も参加した上での楽しい芋掘りでした。こういったことをずっと続けていく上で、我々が一緒にやらせていただいているのは神戸さんなんですけれども、神戸を通じて何を、皆さんにお伝えしたいかというと、食べ物だけじゃなくて電気も作る時代が来たと。で、私たちのものを作っているのはさつまいもだけじゃなくて、このソーラーシェアリングでできた電気というのは神戸さんを通して、消費者の皆さんに買っていただいております。こうやって循環をしていくっていうことが本当に必要なことだなと思い、で、いろんな方にこの取り組みをご説明しています。